はい、皆さん、こんにちは、みやこです。昔作ったミディを晒す、パート2ということで、やっていきたいと思います。では、最初の曲は、トワイライト・オブ・ザ・ソロ、また、幽想弦楽アンサンブル団ですね。では、聴いていきましょうか。はい、こんな感じの曲です。まあ曲自体もね、1分半ぐらいで少し長いんですけども、基本的には繰り返しとなっております。ドラムもね、もう本当に単調の繰り返しだったんですけども、まあタイトルもね、一応哀愁の夕暮れ黄昏みたいな、そんな感じのタイトルなんでね、悲しさは残しているのかなとは思うんですけどもね。では次の曲に行きたいと思います。はい、次はイザミナというタイトルなんですけども、この曲名はもうなんか適当でどうしようかなっていう感じなのでね、あんまり、まあ、意図はしてないですね。では聴いてみたいと思います。
じの曲です。まあこれもね、1分20秒ぐらいの曲でちょっと長いんですけどね。まあタイトルは、まああれ、あれとして、置いといとして、曲調って言いますかね。まあ最後に、ぶつ切りっていうんですかね。なんか終わらせたいなという感じで作った曲です。この最後の。まあなんかこんな感じの曲が作りたかったんですね。では、まあ最後。今回は最後の紹介するものなんですけども。なんか日本語がおかしくな クラリネットメディアというタイトルです。この曲をクラリネットを使いたかったっていう感じですね。はい、こんな感じです。今回はこれくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次も見ていただけたらなと思います。